ローレンス・ラリー・ブリリアント医師は、アメリカ合衆国の医師、免疫学者、科学技術者、作家、フィランソロピストであり、Google の事前活動部門 Google.org のディレクター。ブリリアントは、技術特許の所有者であり、これまで2つの高企業の最高経営責任者を務め、他のベンチャーの指導も支持した。彼は、世界保健機関で成功している。 天然痘根絶プログラムのリーダーの一人として最も有名である。ミシガン州でトロイと生まれ。ミシガン大学で学士のトレーニングを受け、マイルパーアワーを習得し、ウェイン州立大学で医学教育を受け、医師免許を取得。その後、カリフォルニア州へ移動し、パシフィックメディカルセンターでインターンシップを行った。工場洗顔を患ったが、その後回復した。ブリリアントは、 予防医学及び公衆衛生の専門医資格を持つ。1969年、インディアンズ・オブ・オール・トライブスと自称するアメリカ先住民族のグループがサンフランシスコのアルカトラズ島を占領した。その際、その仲間の妊婦の出産解除のために医師の参加要求が出された際、ブリリアントは彼らの占領に非正規の医師として参加した。アメリカ政府がアルカトラズ島から インディアンズ・オブ・オール・トライブスを強制退去させた後、ブリリアントはメディアから引っ張りた子になり、映画会社は彼をヒットしたウッドストックネーションの続編であるメディカル・ボール・キャラバンにキャスティングし、グレート・フル・デッドやジェファーソン・エア・プレーン、ジェスロ、タル、ジョニー・ミッチェルらを慕ったヒッピーの集団についての映画で、医師役に配役した。出演料はインドへの航空券と共に支払われ、 ブリリアントとその多数名はその航空券を現金に変えてバスを借りてヨーロッパ中をドライブしていたがその最中バングラデシュをボーラサイクロンが襲い彼らのバスはその被害者救援のための救援隊へと様変わりした市民の動乱により救援隊は中断したがその後数年間彼はインドのヒマラヤでニームカロリババヒンドゥー教の聖人の下でアシュラムを学び サブロマーニアムの名を授かった。後に、ババの強い勧めにより、国際連合の外交官として働き始めた。一年後、ババはブリリアントに次の10年間を天然痘の撲滅の仕事に捧げるよう語った。ブリリアントは、世界保健機関の天然痘根絶プログラムのリーダーの一人となり、1980年に全世界での根絶を宣言し、成功を収めることができた。 その後、ブリリアントはアメリカに帰国し、ミシガン大学の国際保健学の教授に着任すると、同時に数多くの社会貢献事業やビジネスベンチャーを始めた。2005年前半には、スリランカの津波支援ボランティアとして参加し、インドで、フーと共にポリオ撲滅キャンペーンの仕事をしている。ブリリアントは、現在、妻のギリジャと3人の子供、ジョー、ジョン、 アイリスと共に生活している。ギリジャは公衆衛生管理で PHD を持っており、多くの夫の事業の対等のパートナーでもある。彼女の存在は、葉の共同設立者として、そして風の天然痘撲滅プログラムにおいて、彼にとって大きな助けとなった。ブリリアントは、1971年、ヒッピー文化を描いたボリウッド映画、ヘアラマヘアクリシュナにおいて、 エキストラとして出演し、ダム、マロダムの曲の反復進行を目指すならば、デーブ・アーノンドはある、種の外国人を求めるだろう、と語っている。ありがとうございます。